ライオンはトゥルー、あなたは信じる？巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもアンバサダーの東江です。はい、というわけでですね、今日も都市伝説を紹介していこうと思うんですけど、皆様最強のヒーローといえば誰を思い浮かべますか？まあ、やっぱり、まあ、ヒーロー。まあ、ヒーローって言ったらジャンプの漫画なんかな。まあ、ナルトとか、まあ、ルフィとか、まあ、ルフィって悟空とか、ヒーローっていうイメージはすごい強いじゃないですか。まあ、それこそね、ちょっと前に言ったジャンプホースのゲームとか、まあ、みんな大好き大乱とか、まあ、そういうね、まあ、いろいろ、まあ、世界を救ってきたヒーローたちっていますけど、最強って誰なんやろうってちょっと思いません？そんな中でも今日は、強すぎて認められていないヒーローについて話していきます。どういうことかっていうと、まあ、普通はヒーローって言ったら、例えば街を救って感謝されたりとか、ね、悪い奴を倒して、うおー、すごいやんって言ってもらえたりとか、まあ、するわけなんですけど、今日紹介するヒーローは強すぎるがあまり、もうほとんど誰からも認められていないというヒーローについてご紹介していきます。今日紹介するヒーローの名前は、ワンパンマン。ちなみに皆様、ワンパンマンは見たことありますでしょうか？まあ、ワンパンマンってそもそもどういう話かと言いますと、まあ、主人公は埼玉というキャラクターで、現在25歳。で、今はヒーローをやっております。もともとどういう経歴だったかというと、まあ、就職活動に行き詰まりまして、たまたま怪物が、まあ、少年を襲ってたんですよ。で、その少年を、まあ、見事助けると。で、その助けることで、ヒーローになりたいという子供の頃の埼玉自身の自分の夢を思い出して、就活を辞めて、まあ、ヒーローになることを決意するという、まあ、なかなか、まあ、とんでもないやつなんですよ。まあ、普通に、まあ、もうね、大学とかの時に大学3年とか4年で、就職活動するぜ、イエーイって言ってて、ああ、ちょっと俺、ヒーローになるわ、っていうやつがおったら、まあ、やばいやつやなーって思うんですけど、今回はそういうやつが主人公。で、まあ、この主人公なんですけど、そっからなんて決意して3年間修行しました。これね、ナルトの修行期間と一緒、もうめちゃくちゃ強くなります、この3年間で。どれぐらい強くなったか。どんな敵も、どんなに悪い奴が宇宙から攻めてこようが、地底から攻めてこようが、海から攻めてこようが、一撃で倒せる、一発で倒せる、最強の力を手に入れました。まあ、その、まあ、漫画のタイトルこそ、まさしくワンパンマンになってるんですよね。だからワンパンでどんな敵も倒せるから、ワンパンマンっていう感じなんですよ。いやー、これね、もう本当にもうめちゃくちゃ強い。なんか、普通、敵ってどんどん強くなって、で、主人公も苦戦しながらもバトルの中で成長していって、負傷しながらなんとか勝つっていうのが王道のヒーロー物語じゃないですか。ワンパンマンちゃうんですよ。はい、埼玉行きます。はい、敵しばきます。ボーンっていう感じで、もう敵がね、どんどん倒れていくっていう、まあ、ほんと爽快な物語でございます。で、まあ、埼玉自身もやはりめちゃくちゃ正義感が強く、まあ、ヒーローとしてね、人を助けたいという強い意志のもと、まあ、ヒーロー活動を続けております。で、まあ、最初は趣味でヒーローをやってたんですけど、途中からね、プロのヒーロー、まあ、作品の中でプロがあるので、プロのヒーローになってちゃんとお金をもらいながらやるんですけど、なんかそこではあんまり評価されず、もうなんかヒーローネームっていうヒーローのね、名前もつくんですけど、なんかハゲマントっていう、なんかすごいバカにされたような名前。これね、キングとかね、そういう名前もあるんですよ、ヒーローネームの中には。でも、ハゲマントみたいな。ちょっとあまりにも評価されないみたいな、かわいそうな感じになっております。で、どれぐらい埼玉というキャラクターが強いかというんですけど、まあ、このワンパンの威力、これね、普通のパンチなんですけど、まあ、別に火をまとってるとか、雷をまとってるとか、そうじゃないですよ。もうただ単に、もう拳をバーンってやるだけ。これをやるだけで、通常の敵であれば、もう一発でもう死にます。まあ、基本的に対象物を貫通します。だから、バーンってやって、よく漫画とかで壁がメリメリメリで穴が大きく開くとかあるじゃないですか。ちゃうんですよ。貫通するんですよ。もう壁も。ボーンって。まあ、それぐらい強い威力があります。連続普通のパンチ。まあ、こうやって、まあ、連続で、ウィウィウィって、このジャブのように殴るだけで、相手はコッパみじんになります。その相手とかも他のヒーローが戦ったらめちゃくちゃ苦戦するやつでも、相手はコッパみじんになります。そしてさらに強い的には、もう両手普通のパンチというかね、ワンピースのルフィのゴムゴムのガトリングのような技をやるんですけど、別に腕を伸ばすわけもなく、まあ、普通にこうやって、パンチするだけで敵が倒れていきます。もう宇宙一強いそのフリーザ様のようなやつが攻めてきても、もうこうやって殴るだけで倒してしまいます。なかなかとんでもないです。ちなみに、やっぱヒーローって言ったら必殺技とかあるじゃないですか。そのワンピースで言ったら、ギアセカンドとか、ギアホースとか。で、ナルトで言ったら、まあ、螺旋丸とか。まあ、今回やっぱりこの、技があるわけで、何かっていうとこのマジシリーズ、ガチでやるっていう的な意味のマジでやるっていう時のマジシリーズっていうんですけど、このマジシリーズがどんなのがあるかというと、
マジ反復横跳び。超高速で反復横跳びしたら、100人くらい分身ができてしまうんですよ。もうだから、影分身の術みたいな。こういう感じのやつがあって。で、その状態で敵を通り過ぎるだけで、もう吹っ飛ばして倒してまうみたいなね。これが、マジ反復横跳び。で、マジ殴り。普段はジャブなんですけど、マジ殴りをしましたら、もう星の表面をね、消し飛ばすほどの力を持つ敵でも、跡形もなく消えてしまう。で、次は、マジチャブ台返し。これチャブ台返しってこの昭和とかのノリだよ。ピーってやつなんですけど、そうじゃなくて埼玉は地面をチャブ台に見立てて、地面一体をひっくり返すっていう足場崩しのような技ですね。もうめちゃくちゃ強い。そして、マジ頭突き。これね、最強の技なんですよ。過去最高レベルの強さを持つ敵の右腕が粉々に吹き飛ばされました。ほんまに過去最強だから最後の悟空みたいな、スーパーが終わった時の悟空みたいな、もう最強のやつをもう倒しますみたいな。で、埼玉のすごいところはもう圧倒的防御力なんですね。もうどんだけ攻撃しても無傷、まあ、食らってないみたいな。まあ相手がもうそれこそやったかみたいな状態になってるってことなんですよね。息を止めるだけで宇宙でも行動が可能になるという。まあ普通はね、人間やったら宇宙行ったらね、もうね行動できないはずなんですけど、宇宙でも行動できちゃうっていうとんでもない力を手に入れております。まあ、ただじゃあこの埼玉どういう風にねこの強さを手に入れたか皆さん気になりませんか。でこれどういう修行をやったか、3年間、この修行の内容を今からお話しします。まずね、まあ、腕立て伏せで上体起こし、まあ、腹筋ですよね。で、スクワット。これを、まあ、それぞれ100回ずつ。ええみたいな。軽くないみたいな。で、あとは、ランニング10キロ。まあ、これはちょっとしんどいかなと思うんですけど、まあ、でも、やろうと思ったら別にできなくはないじゃないですか。これを毎日、どんだけ体調が悪くてもやる。で、あとは、朝はバナナでもいいから、毎日早速、欠かさず食べる。まあ、だから、健康的な食事とちょっとの運動で、まあ、強くなるっていうか、誘惑の最後のね、ような展開でございますよ。で、あとは、精神を鍛えるため、もう夏冬問わず、エアコンは禁止。まあ、だから、結構埼玉は最初なんかお金がない感じなんですよね。これらのトレーニングを3年間やりながら、街にいる怪人を、まあ、倒していくと。ランダムで出会ったやつをとりあえず倒すぜ、みたいな。で、埼玉はですね、まあ、その3年間の修行で、まあ、やっぱりすごいストレスを感じたんで、まあ、頭髪が全部抜けてしまったんですけど、まあ、それぐらい自分を追い込んだことにより、最強の力を手に入れることができました。ただ、皆さん、今の聞いてどう思います？腕立てやって、腹筋やって、スクワット100回やって、10キロ走っただけで、誰でも怪獣とかゴジラとかを倒せるようなパンチ打てます？っていうか、普通にボクシングやってる人なら、それぐらい普通じゃないですか。ボクシングでそれで世界取れますか？まあ、無理っすよね。まあ、こんな簡単に強くなれるなら、まあ、多分、悟空たちって、まあ、修行する必要なかったというか、そもそも地球人で、だからクリリンでも、もう、悟空倒せるんちゃうのっていうレベルになっちゃうわけなんですよね。じゃあこの埼玉の強さってどういうことかっていうのがちょっと巷に考察が溢れてるんで、今日はそれを紹介していこうと思います。まず1、神に力を与えられた。まあ、ワンパンマンの世界って神によって力を与えられたと言われる怪人たちがたくさん登場するんですよ。で、怪人に力を与える神がいるなら人間に力を与える神もいるんじゃないのっていう考察。2つ目、血筋。少年漫画大好きな血筋ですよね。まあ、ナルトも、まあ、他にの息子やったし、ルフィも、まあ、お父さんすごいし。で、悟空も、まあ、サイヤ人という血を引いてるし、めちゃくちゃ血ってやっぱ大事やったわけじゃないですか。だからトレーニングの最中にその血が勝手に活性化して、もう強くなったんじゃないのっていう説。で、3、正体が、怪人。まあ、普通の人間ではありえない強さなんで、まあ、実質は怪人じゃねえのと。だって宇宙空間で息を止めるだけで動くなんても人間じゃないじゃないですか。まあ、それか、まあ、先祖に強い怪人がいて、その怪人と人間が、ま、結婚して、まあ、ちょっと先に生まれた子供で、その怪人の血が覚醒したっていう、浦飯祐介、悠々白書のね、浦飯祐介の、まあ、魔族大覚醒パターンかなとは思うんですけどね。あとは、もう理由が特になし。もう主人公だから強い。まあ、主人公補正ってことですよ。まあ、タイトルは、ワンパンで倒せるヒーローのワンパンマンってのさっきお話したじゃないですか。だからワンパンで倒せる主人公補正なんですよ、もうこれは。ワンパンマンは。という、まあ、とんでもないね、まあ、元も子もないような、ことでございます。まあ、結構ね、これ僕も読んでるんですけど、まあ、確かに、そのなんでこんなに強いんだろうというよりも、もう早く埼玉来てなんとかしてくれみたいな感じの漫画の作りなんですよ。もう埼玉が来るまでがもうやっぱめっちゃ大変みたいな。で、埼玉来たら一瞬で解決してくれるからやったぜ、みたいな。で、
バクマンとかでもやっぱ面白さ絶対主義というのがあったように、まあ、漫画において一番大事なのは面白さだから、主人公補正だろうと面白ければいいわけじゃないですか。実際埼玉がワンパンで倒してもワンパンマンめちゃくちゃ面白いんすよ。もうウェブ版とかでも先に読んじゃいたいぐらい面白い作品なんで、まあ、ぜひねまだ読んでない方がいたら読んでみてほしいです。はい。でね、このワンパンマンなんとこのゲームにも出ることがあって、でこれゲームでじゃあ埼玉どうすんねんみたいななるわけじゃないですか。だって一撃的倒せんならお前格ゲーなんか出たらあかんやんみたいな。じゃあゲームどういう仕様になったかっていうと、ある一定時間までは埼玉だけど別のキャラが戦えます。別のキャラが戦って、ある一定時間までその戦い切れたら埼玉が来て敵を一撃で飛ばしてくれるというとんでもない、キャラクターになりました。これめちゃくちゃなんか面白いっすよね。だから、もういかにその埼玉が来るまで時間を稼げるか、これ漫画でもこれがテーマになってて、で最後はそれ倒してスキッとするっていう、感じで、まあ、大変面白い作品でございます。どうでしたか？今日の強すぎるヒーローの謎に迫る会話。というわけで本日の鳥肌スコアは100点、ワンポーンチ101点かな。本日の鳥肌ポイントはダイエット、明日からやろうと思っても全然始まらない。今回ぜひねワンパンマン見たことあるよーってした好きなヒーローとか教えてくださーい。それでは本日の動画、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは See you。